マジマ大輔は、地方競馬の大井競馬場東京都騎手会所属の騎手である。地方競馬教用センター騎手家庭第74期生弟弟子は、石川俊介。父は、佐賀競馬場のかつての名騎手で今は調教師である、マジマ玄徳。おじは、佐賀競馬場の騎手である真嶋正、マジマ則叔母は、元競艇選手の川口美雪である。 2001年9月29日付で地方競馬騎士免許を取得。同年10月にデビューして、騎乗機会も多く与えられたものの、初勝利は同年の年末開催までずれ込んだ。翌2002年には早くも32勝を挙げ、期待の新人として注目を集めたものの、2003年は減量に苦しみわずか7勝にとどまった。 これを克服し2005年は40勝、2006年は63勝と勝ち星を伸ばし、トゥインクルレディー賞でアウスレーゼに騎乗し、重賞初制覇。さらに続く TCK ディスタッフも制覇して、重賞2勝を挙げる。2007年4月28日、東京競馬場に R で中央初騎乗。同日の青馬賞で中央重賞初騎乗。2008年には、 年間120勝を挙げ、デスモゾームでマイルグランプリを勝つなど、大活躍し、川崎競馬場所属の町田直樹、山崎聖子らと共に、期待の若手として注目されている。2012年5月7日より、中村譲る旧社から、東京都騎士会に所属が変更になり、大井の初の騎士会所属騎士となる。2017年11月3日に、大井競馬場で行われた。 JBC レディスクラシックをララベルで制した。マジマ自身は交流重賞初勝利を J プニーで果たすと同時に同競争の地方所属場による初優勝となった。太字は GI 競争大井競馬場所属機種の所属級者変更について東京シティ競馬 HP2012 年5月2日、閲覧当時佐賀で圧倒的な強さを誇っていた2歳馬。この時いに 期間限定記乗していた。ありがとうございます。